ゆうたは、そこが企画して、こういろいろなコンピレーションアルバムを今まで作ってきてですね、それにこう今まで声をかけていただいて、でそれをまあだんだんいろんな曲をウクレレカバーをしてきたっていう経緯があるんですけども、それのウクレレビートルズっていうウクレレでビートルズの曲をやるアルバムに参加して、でそれでまあウクレレを使い始めたんですけども、その後このコンピレーションのシリーズがいろいろ続いてですね、ウクレレビートルズってちょっとだけちょっとあの評判が良くてちょっと出たみたいなんですね。それでまあなんかいろいろちょっとそのシリーズが続いてですね、その後ウクレレでジョン・レノンですとかね、あとあの今やったあのカントリーロードは、あのこれあのスタジオジブリの耳を澄ませばっていう映画で使われたんですけど、これあのウクレレジブリっていうウクレレであのジブリの映画の音楽をカバーしようってアルバムに参加した時にやった曲です。でその後まあシリーズがどんどん続いてって、ウクレレでウルトラマンの曲をカバーする、ウクレレウルトラマンですよね。あとこうウクレレで手塚治虫のアニメの曲をカバーするウクレレ手塚治虫、それからウクレレで YMO のあたりの曲をカバーするですね、ウクレレ YMO とその周辺そのあたりとか言いますと、あの芋筋トリオとか戦場のメリークリスマスあたりがその周辺になるんですけどで、まあ、そのシリーズがどんどん続いていってですね、まあ、芝居にはこうウクレレ北の国からっていうあの北の国からのテレビドラマ北の国からの曲をウクレレカバーする、こう寒いんだか暖かいんだか分かんないまで、作られました。でそんな中でですね、多分クリコーダーが今までやった中でウクレレカバーした中で、あの日本では一番あの耳にされる、あのいろんな人が耳にする機会が多かった曲がですね、次にやる曲なんですけども、映画スターウォーズの中の帝国の海軍をクリコーダーがウクレレで使ったバージョンがありまして、それが結構インターネットであのやる気のないダースベイダーのテーマで割と知られたきっかけになった曲であるんです。で今日はですね、あのその帝国のマーチと続けてですね、あの一番最近クリコーダーが出したアルバムに入れたやつなんですけども、ウクレレで今日水の上だからちょうどいいですね、ジョーズ、映画のジョーズの、ね、テーマ曲をウクレレでカバーしたものがあります。それをメドレーで、やってみたいと思います。これはどちらもあのジョン・ウィリアムスという有名な映画音楽の作曲家が作った曲なので、まあ、ジョン・ウィリアムスメドレーと僕は心の中でやってるんですが、はい、でしかもですね、あれですね、そのジョーズの入ったウクレレクリコーダー2っていうアルバムをですね、今回ツアーに持ってきて、ぜひヨーロッパの皆さんに聴いてもらおうと思ったんですけど、日本からあのヨーロッパで売りたい CD を3箱ほどあのオランダに来る前フランスでやってきたものですから、フランスに送ったんですが、3箱送ったうちの1箱しか届かなくてあとの2箱はどっかフランスをさまよってで今日はだからその CD がないんです。すみません、すみません、ね、あの多分 Amazon とかで買えるんじゃないでそういうわけでですね、あのジョーズのテーマソングと、映画スターウォーズの中の帝国のマーチを2曲続けて、やってみたいと思います。Thank you.